皆さん、おはこんにちは。マピオンでございます。はい。まあ、タイトルにもある通り、ご報告ございます。はい。この度、私ね、マピオン、チャンネルを作って2年以上経ちますが、ついに、このマピオンチャンネルのチャンネル登録者数が100人を突破いたしました。叫びたいぐらい嬉しいんですけども、あいにく100人になる前に、マンションにね、引っ越してっていうか、まあ、ちょっと一時的に借りることになって、で、入りたてなんでね、あんまり大声が出せないっていう。で、この気持ちをいかにこう伝えられるかっていうのをずっと考えたんですけども、ですね、こう、なんだろう、うわすげーってなってるんですけども、今さっきね、ちょっとこの100人突破したということで、自分のご褒美としてね、俺が唯一認めた、自分の癒しスポット、ラクスパに行ってきました。はい。でもうね、すごい、もう体力全回復まで行きまして、お風呂入ってきたばっかなんで、すごくこうふわふわしてるんでね、ちょっとしっとりと行きたいなと思ってるんですけども、はい。まあ、100人ですよ。はい、皆さん本当に今までね、応援してくれたり高評価をしてくれたりしてくれてる皆様方、本当にありがとうございます。まずはそこを言いたかった。はい、マジで。うん、俺のチャンネルって基本的にね、まあ、平均的に高評価数が1とかなんですけども、たまに2とかになってるやつなんですよ。はい。そうなるとね、本当に嬉しい。うん、まあ、3はほとんどないから、本当にね、うん、だいたい1か良ければ2なんで、もう2とか行くと本当にね、嬉しい、ありがたい。その押してくれた一人一人、本当にね、ありがたいと思ってます。はい、本当にもうね、はい、嬉しいです。100人ね、うん、まあ皆さんからしたらね、100人なんて、お前ヒカキンさんと比べればとかね、いろいろと初めてちょっと比べれば、お前チンカスみたいなもんだって言うかもしれないんですけども、俺はあんまそういう目で見てないですね。別にね、 YouTuber で競い合っててるわけではないしね、別もしそのね、 YouTube 公式が競い合ってくださいって言ったら俺はやめますよ。はい、12個動画を投稿してるんで、はい、なんかそんなね、誰が上行くか、どれが上行くかみたいな、そんなの強制させれるぐらいだったら、俺はもう YouTube やめます。はい。ただね、普通にこう、ゆったりとやってきて、別にね、他の人と比べたら100人なんてちっぽけだとは思いますけど、ただ自分からしたらね、100人って数字は相当なものだと思うんですよ。仮にですよ。仮に、学校を借りたとするじゃないですか。はい。で、学校のクラスに、自分の今登録してくれてる人全員を呼んで、こう席に座らせたら、自分のチャンネル登録者数だけで3クラスできるわけですよ。はい、大体1クラス30か31人ぐらいなんで。はい。で、まあそうだね、100人だから90人、3クラスで90人。まああと11人はちょっと廊下に立ってもらうということで、そう考えると相当な数だよってなると思うんですよ。はい。自分一応カメラコーナー働いてる身としてね、一応ソニーのね、RX100 っていうのが、RX100 シリーズっていう、かっこいい、かっちょいいカメラがあるんですけど、そういうのずっと見てるんで、100って数字が結構ね、かっこいいなと思ってるんですよ。はい。だからテスト取るときに、皆さん学生だったら分かると思うんですけども、基本的に目指してるものは、ね、満点でしょ。満点は決まって100点でしょ。はい。まあ俺はね、一応小中は100点目指してましたけど、高校生のあたりからもうあれだね、100点じゃなくて、赤点から脱出できればいいなっていう目標になってましたけど、こうコメント欄とかでね、いろいろと頑張ってくださいっていう応援もあったり、ツイッターでね、結構前の僕はツイッターのコメントなんですけども、適当な自分のどうでもいいこうツイートの方にリプライしてくれた人がいて、で、早く有名になってください、俺早く子さんアピールしたいですっていうね、もうリプライはちゃんと鮮明で覚えてます。いろいろと皆さんに本当に応援があってこそのマピオンチャンネルということで、はい、今頃そんな応援がなかったらもうやめてんじゃないかなって思いますし、まあ、今までのことを振り返るとね、チャンネルを始めてから10人突破したところで初めてなんか事務所の応募をしたんですね。確かウームネットワークに、多分本当にね、まあ、チャンネル登録者数こう年齢と考えると多分最年少で応募して受かってます。はい、わずか10人程度でウームネットワークっていう事務所に応募したらまさか受かっちゃった。で、それでまあいろいろと、まあね、まあ30人とか50人あたりでちょっとこうだんだんね、伸びがストップしてってやばいなーって なりつつも地道に伸びてってって感じで、で、もう最近だともう本当に90ね、1ヶ月前かな、もう本当にそんぐらいからもう
95から先進まなくなっちゃったんですよね、チャンネル登録者数が。はい、うわーと思う。95ってなって、96に行かずに94、93になって、でまた94、95ってなってからまた94って、なかなか95の壁が厚くてなかなか超えられなかったね。はい、そこでね、俺すごく悩んでて、初めてもうダメかもしんないって思いましたね。うん、マジで、うん、本当に95の壁が本当にね、こう切れないのよ。96までいかないの。そこがすごいもう萎えて、もうどうしようかな、やめようかなってずっと思ってました。はい、けどね、前皆さんのそういうコメントとかを応援のおかげでなんとかこのままいきました。はい、本当にありがとうございます。これからちょっと一応100人目標だ、とりあえず達成ってことでね。はい、次の目標としましては、まあね、まあもちろん高みを目指した方がいいかなと思うんで、まあ300人かな最初は。うん、まあ1000人は無理だな。はい、多分1000人になる前にやめてるかもしれないですけど、300はいけたらもう俺はもう YouTube やめてもいいかなと思ってます。本当にそんな感じ。今までこう売名をしてきたわけでもないですし、はい、なんかね、あのコメント欄で俺の動画見てくださいって、それ便乗したり、あとはなんか炎上ネタ使ったりっていうことも一切せずに、あとはこう流行りにもね乗っからずになんとか頑張ってきたんですけども、はい、なんかね、それでなんとかもう、もちろん伸びは悪いですよ。はい、その売名するとそれはもう嫌でもね、見る人は多くなりますから。はい、それでまあチャンネルとアンチも増えるでしょうけど、まあちょっと登録される人も多くなります。はい、売名したらね、多分だけど、俺ね、本当に本気で売名したらマジでチャンネルを作ってから半年行けばもう100人超える自信あります。はい、ただそれをあえてしなかったっていう、はい、そこでね、まあいろいろと時間とかかかってしまいましたけども、はい、ちゃんとっていうのもあれですけど、売名とか一切せずになんとかね、確か100人ね、まあ、突破したということで、まあ、100人突破したらあれやろうこれやろうっていうネタがね、今パッと思いつくだけでも 3,4 個あるんで、それもねようやく解禁されるということで、もう本当にね、そのネタが考えついたのは本当に半年前ぐらいで、もうそれからもうずっと痛いと思ったんですけど、いやでもちょっと待って、100人突破したら言うんだっていう決意のもとで考えたんでね、もうずっと我慢してたんですよ。はい、けどついに、それもねできるということで、はい、まあちょっと今回の動画ではちょっとそれは言わないんですけども、近いうちそれをねちょっと公開していこうと思います。はい、100人突破したんですけども、これからも今までより面白い動画になるはずのやつのストックもいっぱいね、この後どんどんあるんで、普通にいっぱいあるんで、それも随時ちょっとねアップしていって、皆さんを喜ばせられるような動画にしていけたらと思います。すぐ旬って一気にもう1ヶ月に1000人とかじゃなくて、まあ、そういうのもいいと思いますけども、ただね2年間ずっと地道に、全く伸びなくても地道に2年間続けてきて、100人達成したっていう、そういうね諦めない心がねやっぱ一番大事なんじゃないかなって思ってますんで、はい、その諦めない心で俺はなんとかね、ちょっと最近になってくじけそうになったことありますけども、その90ね、5人から先に進まないっていう、はい、そういうのでちょっと心が折れそうになったんですけども、はい、それでもめげずに頑張った結果、今のねその100と、はい、なんと2桁が3桁になるということで、はい、本当にありがとうございますって感じです。はい、今後ともちょっと応援の方をよろしくお願いします。はい、それでは今回は以上、もう夜遅いので、これ終わったら寝ます。じゃあ